こんにちは、マースケチャンネルです。お絵描き完成しました。今回描いたのは乃木坂46の国生小川彩ちゃんでした。用事がねいっぱいありましてちょっと時間かかってしまいましたけど、やっと完成って感じです。それでは説明させていただきます。まず下書きはいつものように鉛筆2エッチで、はい、下地塗りもいつものように薄大大で、目の方は茶色と黒を重ねました。で髪の毛の方はね、ちょっと今回光が当たって明るかったので、黄色で下地塗りをしておきます。そこにちょっとね、影の部分で、黒で、髪の毛の流れをこう描き始めました。で顔の影の方はシェルピンクで、はい、もうね、だいぶ先進みまして髪の毛の下地塗り黄色の上から茶色それから黒でさらに髪の毛の流れを描いておきます。で今回ピザだってクレープを食べている、ね、画像なので、まあ、クレープですね。それがクレープを巻いている紙ですね。それから今度服はですね、今回デニム生地のシャツっぽいので、これがまた大変でしたが、下地塗りに薄青、上から青、それからインディゴっていう デニムの色をした、藍色っぽい色ですね。で上からさらに、黒を重ねて、だん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 何本も線を引いて描いていきます。で、今回のクレープはこれちょっとねチョコレートとかも混じってるのかなということで、茶色と焦げ茶色、まあ、赤茶色と焦げ茶色ですね、茶色ですねを重ねました。はい、でね、だいぶか完成に近づいてきましたけども、ね、服の方に今先ほど言いました通り、インディゴとか黒とか薄青とかでいろいろ重ねまして、また消しゴムで、シワのところを消しまして、また上からこう描き込んでいくということで大変な作業でした。はい、でこれが仕上げで次が完成です。はい、だいぶね、シャツの方もねまた黒を重ねて濃くしたです。でちょっとね比較してみましょうか。右肩の方をねご覧になってください。これでもまだねちょっと明るいので上から黒を重ねました。するとこんな感じですね。まあこう少しタッチわざとねこうタッチを残して、ね、ハッチングしてあるんですけど、髪の毛の方も、ね、髪の毛描き込んで、これで完成です。はい、というわけで今回は乃木坂46の5期生小川彩ちゃんを描いてみました。この動画が万が一面白いと思ったらグッドボタンもしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上マースケチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。